土星人襲来は、マスダトシの短編小説、のば書き下ろし日本 SF コレクションの第7巻に収録されている。草原 SF 短編小最終候補に残った作品を開講の上、のば書き下ろし日本 SF コレクションに書き下ろしで収録された。こののばシリーズは、シリーズ10巻で2013年に第44回、星雲賞自由部門を、 受賞、2014年には、第31回日本 SF 大賞特別賞を受賞した。重厚な作品が多いマスダの作品中で最も、スラップスティックに振り切った一編である。崇拝する、筒井康隆の影響が大きく出ている。宮城県仙台市の繁華街のファッションヘルスで働く、小野崎志保が主人公。東北大学理学部大学院で土星を専門とする。 研究者である志保は幼い頃に父を亡くしているので、母を地元の徳島県に残して仙台市へやってきた。そして、このファッションヘルスで働きながら、学費と生活費を稼いでいる。ある日、若い客についた志保は突然本名で呼ばれ、驚く。本名を知っているということは、東北大学の学生に違いない。問い詰められた客は、僕は土星人です。 土星の大学の大学院博士課程にいて地球民族進科学を専門にしているという、どう見ても人間にしか見えない青年の姿に、死法は問い詰めていく。果たして青年は本当に土星人なのか。ありがとうございます。